山川穂高、侍ジャパン映画に出演決定。日本野球機構 NPB 縫原事務局長は23日、3週間限定で公開予定の日本代表侍ジャパンの WBC 優勝の軌跡を描いた映画、憧れを超えた侍たち世界一への記録について予定通り再編集なしで公開される見通しを示した。影響が懸念されていたが、影響についてはないと思いますとし、再編集などについてもないと思いますと否定した。あんまり出とらんのかな、また被害者ブチ切れさせるんか、球界復帰に鬼神号やな、今日も元気に練習しとったってほんまか、舞台挨拶で山川について絶対突っ込まれるやろな。これ山川が映る場面なんてメキシコ戦だけだろうし、活躍しなくてよかったよ。でも犯罪者混じってるんだなと思うと素直に見れんわ。岡本が活躍してくれてほんとよかったわ。立派な性犯罪なのに軽視されすぎとるわ。犠牲フライのとこだけやし、さらっと流せそうではある。後の犯罪者が映っている映画として価値があるよ。でも今の段階できつい処分出すと社会的制裁を受けたの動向でややこしい話になりそう。まあ何かあるとしたら起訴されてからじゃない。